それではセッションを再開いたします。次のセッションのスピーカーをご紹介いたします。株式会社ヤプリの古谷洋介様です。よろしくお願いいたします。やっぱり古谷でございます。よろしくお願いいたします。同じく株式会社ヤプリの阿部正俊様です。よろしくお願いいたします。こんばんは。雷すごかったですね。今日はよろしくお願いします。すごかったですね。びっくりしました。はい、それでは次のセッションのタイトルをご紹介させていただきます。累計1億ユニークユーザー700以上のアプリのデータ分析サービスを2人で提供できた理由とは、と題しまして、古谷様、阿部様よりお話しいただきます。古谷様、阿部様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。株式会社ヤプリの古谷でございます。同じく株式会社アプリの阿部です。本日はよろしくお願いします。本セッションをご覧の皆様、こんにちは。株式会社ヤプリの古谷でございます。本セッションでは、728アプリ、累計1億ユーユーのデータ分析サービスを2人で提供できた理由とは、というタイトルでお話をさせていただきます。本セッションの内容についてですが、ご縁がありまして、昨年の Google クラウドでデジタルでも、登壇をさせていただきました。登壇をした当初はデータ分析のサービスを立ち上げたばかりでしたが、Google クラウドを活用した基盤構築と、プロダクトマーケットフィットの達成に向けた取り組み事例について発表をさせていただきました。発表から1年間が経ちまして、どのようにサービスが成長してきたか、サービスを成長させる過程で見つけたデータ活用のラストワンマイルについてご紹介をさせていただきます。本セッションを聞いてくださっている方々に少しでも参考になればと思っておりますので、最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。それではどうぞよろしくお願いいたします。本日お話をさせていただく内容は6点にまとめております。まず、ヤプリ社のご紹介、Google クラウドでデジタル21の振り返り、データ分析サービスを2人で提供できた理由、データ活用のラストワンマイル、手軽なデータ統合、アジャイルなデータ活用促進。前半の1から3につきましては、私、古谷よりご紹介させていただきまして、後半の4から6につきましては、アプリのデータサイエンティストの阿部よりご紹介をさせていただきます。それではまず、アプリ社のご紹介をさせていただきます。まず、はじめにアプリという会社をご存知ではない方も多くいらっしゃると思いますので、会社概要とサービスのご紹介をさせていただきます。株式会社ヤプリは2013年に設立をしました。まだまだ若い会社でございますが、多くのご支援もありまして、ノーコードでのアプリ開発を可能にした国内初の上場企業でございます。事業としましては、社名にもなっているノーコードアプリ開発プラットフォームヤプリを提供しています。自社アプリを簡単にと書いてありますが、簡単にアプリの運用や分析できる機能に加えて、新機能のアップデートまで一気通貫してサービスを提供しております。毎週プロダクトの改善や新機能のリリースが行われますので、日々進化しているプロダクトになっております。今ご紹介をさせていただきましたヤプリは、ビジネス課題に応じたソリューションを企業様向けに展開をしております。店舗 DX と EC 集客を軸とした小売業態向けの販促支援として提供しているヤプリフォーマーケティング、ビジネスユーザー向けの社内や取引先への情報配信に利用するヤプリフォービジネス、その他にもメディア向けのソリューションや教育といったジャンルにも展開をしております。業界の内訳としましては、小売業態向けの販促支援として提供しているヤプリフォーマーケティングが 66% と一番多く、ヤプリフォービジネスは全体の割合としては2割弱になりますが、製造業のお客様が一番多くご活用いただいております。
で導入企業としましては728アプリの中でも一部の掲載となりますが、各業界のリーディングカンパニーがアプリをご活用いただいております。でここまで前置きが少し長くなりましたが、このスライドから少しずつデータに関しての話をさせていただこうかなと思っております。で昨年の12月からですね、アプリの社内でもカウントダウンを始めまして、2022年の1月1日に累計1億ダウンロードを突破いたしました。でこの1億ダウンロードのデータを扱って分析サービスとして提供しているのがアプリデータハブというサービスになっています。アプリの成長戦略の中でもデータ活用が重要ポジションに位置づけられておりまして、サービス概要としましては BI ツールや DMP、CDP といった外部のツールに連携する役割がありまして、お客様のマーケティング活動に貢献できるようなサービスになっています。でこのアプリデータハブというサービスが1年間でどのように成長してきたか、サービスを成長させる過程で見つけたデータ活用のラストワンマイルについてご紹介をさせていただきます。では次のスライドからは Google クラウドでデジタル21の振り返りについてお話をさせていただきます。このスライドと次のページのスライドは Google クラウドでデジタルでお話をした際に利用したものになっています。ここでお話した内容としましては、データプロダクトの PMF を達成するように必要なソリューションとして、手早くデータを収集できるデータフロー、手間をかけずにデータを蓄積できるクラウドラン、そして手数を繰り出して最適なソリューションを見つけるルッカーが、最適解だという話をさせてもらいました。我々が考えるデータプロダクトのベストプラクティクスとしては、大きく2点ございまして、MVP、実用最小限の製品の提供を繰り返しをして、正確なニーズを早く把握すること、そして2点目の高速なイテレーションによってプロダクトを昇華させて、より多くのお客様が満足する製品を市場に投入できる時期を早める、この2点に尽きるというふうに思っています。前のスライドでもお伝えさせていただいたことを、大体1年間ぐらい進めてきたことで、サービス自体は順調に成長してきました。資料の上段にアプリはホリゾンタルサースというふうに書いていますが、アプリは業界に特化したサービスではないため、お客様のデータに対しての期待値は業界によって異なります。このアプリフォーマーケティングはマーケティングにデータを活用することでCRM や CDP といった外部サービスへの連携が主なケースとなっておりまして、取引先への情報配信などに利用するアプリフォービジネスはルッカーダッシュボードをお客様へ提供することでご要望に応えております。次のスライドからこのアプリフォービジネス向けにどのようなダッシュボードを提供しているのか、そして提供するにあたっての課題をどのように乗り越えたかをご紹介をさせていただこうかなと思っています。それではデータ分析サービスを2人で提供できた理由についてお話をさせていただきます。改めてのご説明となりますが、アプリフォービジネスというサービスは社員教育や社内コミュニケーションで利用する社員向けのアプリと、カタログの電子化でしたり、サービスの説明動画をアプリで確認できるようにして取引先、自社のお客様とのコミュニケーションをアプリで行うものとして活用されています。このアプリフォービジネスのデータに関するニーズと価値提供に必要な要素は、スライドの中に赤字で書いているアプリが保有していないデータを利用して、かつ青字の部分を意識してサービス化することが必要でした。お客様のご要望としましては、社員のお名前や取引先の会社名などを表示して、誰が何を見ているかを可視化してほしいというものでしたが、この氏名や会社名など、保有していないデータをどのように取得するかが課題になっておりました。そしてサービス定着に必要な要素としましては、お客様に長く活用してもらうために業務フローに組み込みやすい、そして簡単な運用であること、で多くのお客様に提供を可能とするために、横展開がしやすい、汎用的な仕組みにすること、そして、
2人でもメンテナンスや改善がしやすい仕組みであることが必要でした。で、アプリポービジネスのデータに関するニーズと価値提供に必要な要素を解決してくれたのが、このスライドでも表示をしているルッカーと、スプレッドシートの組み合わせでございました。で、本セッションを聞いていただいている皆様もご理解があるかなというふうに思いますが、スプレッドシートは、まあ、誰にでも扱いやすく、アクセスできるユーザーも絞れるため、セキュリティに関する懸念は、ございませんでした。また社員のマスターや顧客マスターのデータは、お客様の方で持っているケースが多いので、そのデータをスプレッドシート上に更新していただくことで、スライドの右の図のような形で表示することが可能な仕組みを構築いたしました。で、変更や追加があっても、スプレッドシートをお客様に更新してもらうのみで、翌日にはルッカーへ反映されるような仕組みになっています。で、私のパートで、最後のスライドになりますが、タイトルにもなっている、728アプリ累計1億ユーユーのデータ分析サービスを2人で提供できた理由としまして、本セッションの中でも何回か、触れさせていただきましたが、正確なニーズを早く把握すること、そして高速なイテレーションによってプロダクトを消化させる、これらに加えてお客様も我々も扱いやすく運用しやすいルッカーとスプレッドシートがデータ活用のラストワンマイルに必要なソリューションだと我々の考えとして出した答えになっております。で、次のスライドからこのルッカーとスプレッドシートがどのような構造で動いているのか、そして裏側のアーキテクチャについてデータサイエンティストの阿部よりご紹介をさせていただきます。はい、では続きまして阿部からデータ活用のラストワンマイルのそのですね、裏側のアーキテクチャについてお話しさせていただきたいと思います。はい、でちょっとアーキテクチャの中身入る前にですね、もう一回このラストワンマイルのところについて大きい概念として整理させてください。と、我々ですね、このアプリのログっていうのをビッグクエリに貯めて、でルッカー上でですね、お客さんに可視化して見ていただいておるんですけれども、これをですね、お客さんが見て、でそれを何らかですね、アクションしていくっていうような形で活用していきたい形ですと。で、この左側のですね、アプリのシステムを最初重視した世界で、もろもろですね、データを扱っておるんですけれども、お客さんが実際にこれをアクションに移していく際には、何らかですね、お客さんの文脈の世界に直していく必要があります。なんで、もともとはですね、アプリの基準に沿った確率的なデータだったり、アプリの管理画面に準拠したデータやアプリ基準の ID データになっているんですけれども、これをお客さんのですね、組織図だったりプロジェクトだったり役職といった、そういったですね、アクションに持ってきてやすい形に、データをですね、転換していきたい、そこがですね、データ活用におけるラストワンマイルだというふうに我々、考えておりますと。はい、でこれをですね、じゃあどのような形でですね、実現していくか、データをですね、インテグレーションしていくかってことについて、ご紹介させてください。で、先ほどフレアからもちょっとありましたけれども、お客様がですね、連携したい Google スプレッドシートのイメージというのはですね、このような形になっています。何らかですね、アプリ側の ID 内のですね、値があって、それに対して、お客様ごとにですね、見ていきたい、情報をくっつけたようなマスター、それをですね、連携して、これをもとにデータを見ていきたいというような形になりますと。はい、で Google のスプレッドシートを、連携するシステムについてなんですけれども、一旦ですね、そのスプレッドシートが仕組みを入れる前のですね、最初の段階の状況からご説明したいと思います。まず弊社ですね、アプリのログがありまして、でそれがビッグクエリに溜まって、ルッカー経由でお客さんに提供しているんですけど、そのルッカーに、で提供するためのデータマートっていうのをこのトロッコという、これは Google クラウドではないんですけれども、データエンジニアリング向けのサービスを使ってですね、もろもろ整備しておりますと。で、これで最初提供しておったんですけれども、先ほどのですね、Google スプレッドシートの連携、こちらがですね、新しく追加しまして、今お客さんに提供しているような形になっておりますと。はい、でこれについてもう少しですね、詳しく実際どんな処理をしているかご説明させてあげたいんですけれども、このような形でですね、ビッグクエリに関してトロッコ上でもろもろ処理を行うんですけれども、例えばユーザー関連のデータだったり、あるいはユーザーのデモグラ系のデータ、あるいはイベントのログに関して、処
処理をしてデータマートを作成しておくんですが、このそれぞれの作成過程においてですね、お客様ごとにですね、スプレッドシートを連携して、処理をしているっていうような形になりますと。でそれで作った作成したデータマートを、ルッカによって可視化しているという形ですと。でこれはですね、あのお客様によって、まあ、何をですね情報を出していきたいのかっていうのが、変わりますので、それぞれごとにですねお客様の状況要望に合わせて、処理を入れているっていうような形になっておりますと。で一つ我々の迷ったポイントとしてあるのは、このですね、連結させる処理っていうのを、まあ、ルッカーの方で実施するのか、それともこっち側のですね、データマート作成する前であるのかっていう話があったんですが、あの今こちらでですね実施してるんですね。でっていうのもですね、あの皆さんもご存知かと思いますが、スプレッドシートって入力の自由度が高いので、お客様によってはですね、場合によってはですね入力の、ミスがあったりですね、思わぬ値が入ってしまってっていうことがありますと。でそういった場合にですね、データをチェックしたりですね、きれいにする過程っていうのをですね、事前に設けたくって、今こちらのフローの方ですね、きれいなデータとしてデータが増えたりですね、しないようにですね処理をしているっていう形に、しておりますと。はい、という形でですね、データマートを作成してお客様に今ご提供しておりますと。そのような形で、今データは提供しているんですが、まあ、これがですね、可能だった、理由について簡単に背景をですねご紹介したいと思います。で今ですね、まあ、フリアと2人でメインでですね、実際このサービス実際で強化して、拡大運用してきたところであるんですが、まあ、これが可能だったポイントをですね今振り返ってみると大きく3つあるかなというふうに思ってます。で1つはですね、あのデータをリセットしやすくしといたんですね。あのできるだけテーブルはあの新しくですね作成して洗い替えるような形にしておりました。なんであの何らかですね新しいですね、データの絡みだったりフィールドが必要になったケースでも、それで対応しやすくしておきましたと。あと弊社の場合、あのアプリごとにですねあのでログっていうのは存在するんですけども、まあ、それぞれごとに、ね、あのテーブルを分けたりせずに、一つのテーブル であとはクラスターを活用してですね、簡単に一つのアプリだけ、取ってこれるようにしたりしましたと。まあ、そういった形でデータをリストしやすくしておいたっていうのが、かなり、いろんなサービスをですね、強化しやすかったポイントかなというふうに思っております。とあと同じくですね、あのただデータの使用だけではなくってサービスの使用側にも、遊びを持たせておきました。なんでかっちりとですね、ここからここまでを提供しますっていうか、まあ、ある程度ですね、お客様に提供する中身もですね融通が利くような形でサービスを設計しまして、まあ、それでご提供すると。でそうすることですね、まあ、結果として早い段階でお客様のデータの、統合したいっていうそういったニーズに気づいてですね対応していくことが可能だったかなというふうに思っておりますと。であと3点目としては、ルッカーの機能をですねサービス仕様に直結させました。データを転送する手段だったりデータを出力する手段としてですね今ルッカーの機能をフルに活用してお客様に提供していますと。でそうすることであの Google クラウドさんがですねどんどん進化すればするほどですね我々の商品力も向上させられるっていうので、まあ、自分たちでですね内製で作るというかはここはですね、Google クラウドさんの力を借りてそれを、商品力に反映できるような形にしておきましたと。でそれによって、まあ、今ここまでですねサービス広げられたかな、一つのですね、寄与することができたかなと思ってまして、まあ、大きく言うとですねあのできるだけ決めないっていうことですね、そこの力を最大限活用したっていうのと、あとはですね巨人の肩の上に立つっていうので既にいらっしゃるですね、サービスだったりツールの力をってですね最大限に活用して作っていったっていう、まあ、この2つがですね、この早いタイミングでですね、商品をですね強化して、拡大できたいポイントなんじゃないかなというふうに、私としては考えておりますと。はい、というわけで最後まとめになりますけれども、まあ、サービスを成長させる過程で見つけたデータ活用のラストワンマイルはルッカーとスプレッドシートによる顧客文脈でのデータ提供でしたと。でそれを早い段階で見つけて実施できた要因というのはリセットしやすい状況を用意したことと、既存のサービスをフル活用できる体制にしたことの2つなんじゃないかなというふうに、我々としては考えております。はい、発表としては、以上になります。最後になりますけれども、我々アプリですね、ただいま各ポジション積極的に採用中ですので、もしですね、今回のセッションを持ってですねアプリにご興味を持ってくださったらですね、ぜひぜひカジュアル面談から初めて一緒に行けたらいいなと思ってますので、お気軽にお声掛けください。皆様ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。
古谷様、安倍様、ありがとうございました。それでは Q&A タイムに入っていきたいと思います。質問のある方はスライドから入力いただければと思います。ではまず簡単な投票から始めさせていただきたいと思います。こちらに質問が掲載されているんですけれども、表計算ソフトは普段何を主に使用されていますかということで、マイクロソフトエクセル、Google スプレッドシート、ナンバーズ、その他というような選択肢をご用意させていただいております。本日 Google のイベントですけれども、忖度なく皆様が普段使われている表計算ソフトについて教えていただければと思っております。現時点で皆様使われている主力が、マイクロソフトエクセルが 67%、Google スプレッドシートが上がって 5% というところなんですけれども、ヤプリ様のソリューション、Google スプレッドシートを連携する表計算ソフトとして選んでいただいているかと思うんですけれども、選択していただいたこう理由とか、選択してよかったなみたいなところをお話しいただければと思っております。はい、じゃあそれぞれ回答できればいいかなと思ってますけども、まず私古谷からの回答で申し上げますと、やっぱり一つは使いやすい、まあ、誰でも運用しやすいってところは弊社の中でもそうですし、お客様、我々のサービスをご提供しているお客様の方でも、まあ、使いやすいツールなので、特に迷うことなく、まあ、このツールを選択して、まあ、お客様にご提案するってところは、まあ、そんなに困ることなく、今のところは進んでいるような状況ですね。安倍さんは作り側としてはどうですかね。そうですね、システム面で申し上げますと、もともと発表の中でも触れてましたけれども、提供するシステムとして、ビッグクエリに関して、クエリを叩いてデータマウントを作って皆さんに届けることをやっておりましたので、その中ではビッグクエリからですと、やはり Google スプレッドシートで、ね、直接連携してクエリに組み込むことができますので、そこはやっぱり Google スプレッドシートはですね、連携のしやすさっていう意味で、既存のシステムとの連携しやすさっていう意味で、だいぶ優れていたところであります。ありがとうございます。ちょっと言わせてしまったみたいな感じもあったんですけれどもありがとうございます。でもう一つご質問を用意しておりますので、皆様にアンケートを聞かせていただければと思っております。表計算ソフトをデータ基盤のワークフローに組み込んでいる会社様ってどれぐらいいるのかなというのが私ども興味を持っておりまして、ご回答いただければと思います。皆さん意外とまだ組み込まれていない感じなんですね。はいと答えてくださった会社様が、現時点で 25% いいえというふうに答えていただいた会社様が、77%というような形になってるんですけれども、今回ヤプリ様にお伺いしたいこととしましては、表計算ソフトをデータ基盤のワークフローに組み込む良さとか、そういったところ、先ほどちょっとお話しいただいたかもしれないんですけれども、あとは組み込むにあたっての課題とか、どういうところがチャレンジポイントだったとかというところをお話しいただければと思います。どうしますかね、安倍さん。そうですね。じゃあ一旦チャレンジポイントのところからで申し上げますと、そうですね、これ、私としても、これまで、実際に運用する形で組み込んだことがなくて未知の形だったっていうのと、あとお客様とね、一緒に、データを管理、入力しながらですね、使っていただくものだったので、本当にちゃんとワークするのかな、さんが見れるデータとして提供できるのかなっていうのは、やってみないと分かんないところだったんで、両方ともある種ね、未知へのチャレンジっていう意味でチャレンジポイントでしたね。実際こう組み込んでみていかがでした？いや、使いやすかった、便利でしたね。っていうのは、割とね、修正が容易なのと、その値自体のお客様がで修正するのも容易ですし、何らかね、それを例えばお客様のデータをちょっと加工したいポイントがあったとしても、クエリ側で吸収しやすかったんで、その2つの意味で、
あれ使いやすいなというふうに感じております。なるほど。ただ現状ですね、ものすごく多いデータに関して連携してきたわけではないんで、これが言っても数千、まあ、言って1万、2万、2万弱ぐらいが今のところマックスなんですね。これが増えていったときに、ね、どうなるのかっていうのは、ちょっとドキドキしているところであります。なるほど。まあ、ユーザーさん側では、まあ、追加のトレーニングとか新しくこう何か覚えていただく必要がなかったので、容易に導入に踏み込んでいただいたっていうところが、まあ、使い慣れた表計算ソフトを、まあ、Google スプレッドシートを組み込んでいただいたメリットっていうところですかね。ですね。きれいにまとめていただきありがとうございます。でもないです。ありがとうございます。それでは皆様からもいくつか質問をいただいておりますので、質問に移させていただければと思います。まず1点目の質問ですけれども、スプレッドシートからビッグクエリーにデータ転送するときにトロコを返していることにはどのようなメリットがあるのでしょうか。教えてください。はい、じゃあこちら私から答えますと、そうですね、これ発表の中でもちょっと触れたんですけど、お客様の方でですね、例えばスプレッドシートの入力ミスとかあった場合に備えて、クエリ側で、ある程度弾けるような処理を入れておりますと。で、今弊社このお客様にお出しするですね、データを作るための、まあ、データマウントを処理するためのクエリが全部で15個ぐらいですね、あるんですけれども、まあ、それを、安定的に、かつ効率的に運用するっていう意味でアントロッコがかなりメリットあったんですね。その実際なんですかね、少人数で、まあ実質私一人でそこのデータはのワークフローに関して今、管理運用してるんですけど、まあ、設定しやすくって、かつ何かあった時にですね、リカバリしやすいっていう意味で、トロッコを使うメリットがあります。まあ本当に言うと、私がすごいデータエンジニアリングに、詳しくって、より良いですね、ソフトとかツールとかあるかもしれないんですけれども、さほどですね、そこのキャリアがですね、長くない自分にとって、使うメリットが高かったツールだなというふうに考えております。ありがとうございます。ま、トロッコを提供していただいている、プライムナンバー様は、Google クラウドのパートナー様でもありますので、また次回トロッコの詳細セッションなども企画できればなと思っております。では続きまして2点目の質問に移らせていただきます。MVP 提供を繰り返すとありますが、どのくらいインテレーションで回していますか。またどういう手法や指標で評価しているのでしょうか。かなりコミット質問に入ってきましたが、はい、お答えいただけますか。こちら私から回答させていただきますね。まあ、今回 の発表のタイトルにもなっていますけども、基本私と阿部、まあ、2人でこの導入のところを推進してきているので、まず、まあ初期リリースといいますか、型を作ってお客様に提供して、そのフィードバックもらって、また改善していくってところは、割とこう、少人数といいますか、スモールな形でできていけるような運用体制になっていたので、導入してフィードバックもらって改善点があればすぐ改善してまた提供してっていうのを割とこう泥臭くやってきたっていうのが回答にはなるかなというふうに思っています。なので、まあ、期間的な話でいくとですね、まあ、2、3ヶ月半ぐらいで回していくっていうのが一つ基準になるかなと思ってますけども、指標っていうところはやっぱりどれぐらい使われてるかっていう定量的なところももちろん大事なんですけど、お客様からのフィードバックですかね、その定性的な情報を結構重要視して回してきたっていうのはあるかなと思ってます。お客様からのフィードバックっていうのはどういうふうに取得されてるんですか。まあ、スラックでつながってるお客様もいらっしゃいますし、うん、まあ、メールで気軽にこう問い合わせもらうような形もしているので、まあ、そこでまずはコミュニケーションを取りつつも、まあ、必要であればお打ち合わせをしてインタビューするっていう、まあ、いろんなちょっと手段を取って情報を集めてるって形ですか、うん、なるほど、ありがとうございます。はい、はい、では最後の質問に移らせていただければと思うんですけれども、じゃあスプレッドシート以外の選択肢もありましたでしょうかというふうにいただいてるんですけれども、いかがです。そ
そうですね、こちら、システム的なところでいきますと、まあ、選択肢としてはありえたんですけれども、ただ現状、そうですね、それまでに気づいている、システム構成と、あと運用しやすさ、ビジネスニーズへの答えやすさって、まあ、実質一択だったっていうふうに、私としては考えてますね、なんですけど、コーヒー屋さんとしてはいかがですかね。あ、そうですね、今、阿部さんもおっしゃっていただいたように、まあ、我々としては一択であり、ただそれが本当に芯を食った提供方法なのかっていうのは、やってみないと分からなかったっていうのが、まあ、実態なので、もう半ばちょっとヒヤヒヤしながら進めていったっていうのはありますけども、やっぱり結果的にそういうフィードバックをもらって、あながちやっぱ間違ってない手段だったなっていうのは、やっぱり進めていきながら感じました。ありがとうございます。サービスを提供している側としても非常に嬉しいコメントをいただいて、ありがとうございます。嬉しいです。ではもっといろいろお伺いしたいところなんですけれども、残念ながらお時間となりましたので、このあたりで Q&A を終了させていただければと思います。古谷様、阿部様、お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。